キび池廃寺跡が乱左に、東跡、右奥に、近道跡、間に、キびチ南包み。ツび池廃寺跡ケび池廃寺跡の一キビ池廃寺跡は、奈良県桜井市キびにある古代寺院跡。国の史跡に指定されている。第34代、除名天皇によって建立された九だ大寺に否定する、説が確実視される。奈良盆地南東、天下具山の北東にある、 近世北米池のキビ池南岸に位置する。現在では主要ガランの北半はキビ池と重複する。1997から2000年度に主な発掘調査が実施されている。ガランは放流地式ガラン配置で近道、等注文、回廊、相棒の遺構が検出されている。放流地式ガラン配置としては最古の例になるほか、 推定高さ80から90メートルの九十頭や、近藤及びガランヌ規模は、同時代の国内寺院を遥かにしのぎ、白木の交流寺や文部長の体幹大寺に匹敵するとして注目される。創建時期は、アスカ時代の630年代 -640 年代初頭と推定され、ほどなく移転されたとみられることから、第34代、除名天皇によって、 除名天皇11年に建立されたくだ大寺の意向に否定する説が確実視される。幻の寺とされたくだ大寺が近年の発掘調査によって確実視された貴重な例であるとともに、初めての天皇直眼の漢字であるくだ大寺を通して当時の仏教文化の交流を知る上で、また白木交流寺との関係から当時の東アジア世界情勢を考察する上でも、 重要視される、寺院跡になる。地域は二千二年に国の史跡に指定されている。大安寺木引廃寺は、第三十四代、除名天皇によって、大和国重四軍に建立されたくだ大寺に否定する、説が有力視される。くだ大寺は、大安寺の前身寺院であり、大安寺が乱縁起並びる岸財町等の伝承では、聖徳太子総研の熊しこり少女に起源を持ち、 大使は、田村美子に熊しこり少女を大事として造営することを託したという。日本書紀では、除明天皇11年に、除明天皇によって、くだらぐと共に大事が混流され、除明天皇11年12月には、くだら川のほとりに、九十島が混流されたと見える。また、大安寺が乱縁起並びる騎士財町では、混流の際に小武者を切り開いたため、社の神が恨んで、 九十塔と近藤関守備を焼き破ったと伝える。その後、九田大寺は、天武天皇2年に、天武天皇によって、高市大寺に移され、天武天皇6年には大大、大寒大寺と解消、大宝元年には、文武天皇によって、藤原家新蔵に伴い移転、令気2年には、平城圭戦都に伴い、奈良に移転していくこととなる。寺の発掘調査によれば、同等。 ガランの規模は、同時代の国内寺員を遥かにしのぎ、白木の交流寺跡や、文部長の大幹大事跡に匹敵する国家の大事レベルになる。また、創建期は630年代 -640 年代初頭と推定されるほか、吹き替え用の瓦は認められず、瓦の出土件数も少なくほどなくして、別の場所に移転されたことが確実であることから、キビイ廃寺を、 くだら大寺に否定する説が確実視される。その場合、キび池廃寺の南を流れる米川が当時のくだら側に否定される。くだら大寺の否定地としては他にくだら寺に否定する説もあったが、同時では、アスカ時代の以降、遺物は認められておらず、現在では否定的である。キび池廃寺の廃絶後、一帯は藤原家の教育に含まれて、 上防性が施行されており、付近では三条王子、三条上管路が検出されている。平城京戦と後には上履性が施行され、水田化したとみられる。平安時代の11世紀前半頃には、当該時期の河原の湿度から付近に小規模な河原武器仏道の建立が示唆される。近世紀には、ガラン北半において、農業用ため池として、木々池が築造されている。 奈良盆地では、近世初期に平坦地の周囲に築堤して、水を貯める、皿池形態のため池が多数築造されており、木々池もその一つとされる。木々池の築堤は、近道、等の木段を取り込む形で築造されている。近代以降の変遷は次の通り、仮覧左に、近道後、右奥に、塔後、間に、木々地南堤。の木丸河原。 軒平河原奈良文化財研究所、藤原旧石資料館展示。地域は南北260メートル、東西180メートル以上。近道を東、東を西に配する放流寺式仮覧配置で、主要仮覧として近藤、近道跡東跡注文石回廊跡相房跡の移行が認められる。現在では近藤、近道跡東跡の祈願は、 日々池の築堤と重複する。意向の詳細は次の通り。その他に、行動は未検出のため明らかでない。地域からの出土品としては多量の瓦がある。軒丸瓦は4種類、軒平瓦は3種類があるが、出土瓦のほとんどは、総検事の短弁八弁連下文献丸瓦、片押し人道から草文献平瓦である。吹き替え用の瓦は認められないほか、 創建機関らの湿度点数も少ないため、建物が別の場所に移されたことが確実視される。創建機県丸瓦は山田寺近藤瓦に先行し、軒平ひ瓦はイカルガデラに降出することから、630年代 -640 年代初頭の創建と推定される。軒丸瓦 IA、IB 形式はその後に、 葛葉平野山画用に運ばれて四天王寺の河原生産に使用され、IB 形式はさらに海江寺の創建河原生産に使用されている。スリー形式は平安時代のものであり、11世紀前半頃に付近に小規模な河原武器仏像が建てられていたと見られる。なお、大安寺が乱縁起並びる騎士財町には、混流の際に拳者を切り開いたために、神の恨みで、 九十島、近藤が焼き破られたと見えるが、び池廃寺の近藤、等の発掘調査では消失根は認められていない。日本書紀には同様の記事の記載はないが、大臣の消失とあれば、日本書紀に記載されるはずであるため、九十島の消失は、史実ではないとされる。ありがとうございます。